買おうかなみたいな時に、うん、その期間限定はあの限定なのじゃあみたいな感じで、いつも好きな美味しいって分かってるやつ買った方がいいじゃん。だって知らないやつ買うより、でもなんかいつも買えるならその時にやっぱ期間限定のなんか飲みたいなとか、じゃあその時は飲んだら次あ何出るやろみたいな。え、その何出る、なんかよくさ猫とかがさ、うん、な何あのこの期間限定にすごい人気なんでさ、うん、もうあもうこの時期だからこれが出るかもしれない、次はあれかもしれないとか言って、ありえるよ、何だったハンバーグだも何だも言ってる、その気持ちはわからない。この行った時にたまたまあったらいいけど、うん、その期間限定じゃなきゃっていうか、それにめがけて行くとかいると思うんだけど、あのなんでやだ買いたくないかって、うんうん、まあ、もちろんちょっと意地もあるんですけど、うんうん、絶対美味しいから自分の手に入れる方が手やすい。もしね、期間限定を買ってあげてるじゃん、買って試すじゃん、そっちならいつも買ってたものより良かったのに、期間限定ってことはい、それではここでね、ケーキの。